岸田法がついに炸裂しましたね。安保関連3文書改定決定で日本の安全保障が大きく変化していきます。今回はこの安保関連3文書改定の中身を詳しく見ていきますね。国家安全保障戦略、国家防衛戦略、防衛力整備計画が3文書なんで、菅、SNS で、何やら、軍拡がエグすぎるとの指摘でした。しかし、今は、準有事と判断するのが妥当で、これでも遅すぎるくらいですよ。クリミア侵攻がきっかけになり、ようやく中ロが信用できない国と分かったんですよね。遅いと考えませんか？もっと、早くに手を打つべきです。まだ間に合いますしね。現在の日本の岸政権が、国としての防衛政策の指針となる安保関連3文書、文書名の変更も含めての、すべての改定を実施。これを閣議決定したのが2022年12月16日のことで、その内容をめぐっては様々な方面からの様々な反応が噴出している。これまでの日本の防衛方針、指針を大きく転換して前進させ、防衛力の強化を打ち出したことは日本国内の多くの論者の賛同を得てはいるが、そうした層からも必要となる財源を増税で賄うことについては、異論も出されている。与党の自民党の内部でも、こうした財源をめぐる議論は、割れている感じがうかがえ、このまま、大きな問題に遭遇せずに進めば、あと3年弱は、衆議院選挙を行う必要のない自民党にとっても、新たな政争の火種になる、可能性もありそうだ。さて、これら安保関連3文書だが、従来は2013年に初策定された国家安全保障戦略を最上位の文書として位置づけ、その下で防衛計画の大綱と中期防衛力整備計画が定められる形式を採用しており、日本の防衛政策を示す指針とされてきた。それらの安保関連3文書が同時に改定を迎えた今回の2022年12月を機に、防衛計画の大綱は国家防衛戦略へと、中期防衛力整備計画は防衛力整備計画へと、文書名の変更が行われ、名称そのものも簡素化された感もある。今回の改定で大きな注目を集めた点は、まず、大元の国家安全保障戦略について、敵基地への攻撃能力を有する兵器の保有を明記したことがポイントとして挙げられ、今は政治的に反撃能力と与党自民党が呼称している分野についてである。敵基地攻撃能力やその言い換えである反撃能力をめぐっては、これに反対する野党や各種の団体、またそれら野党寄りの見解を多数掲載するマスメディアによって、日本がいかにも再度戦争に向かうかのような悪意を帯びた印象操作が今も行われている。そこでは、今後、自衛隊が装備を進めていく予定で、現行では、陸上自衛隊が保有している12式地対艦誘導弾の能力向上型や、その配備までの空白期間を埋めるアメリカからのトマホーク巡航ミサイルの調達について、激しい批判が繰り返されている。これは、それらの兵装の射程距離が、12式地対艦誘導弾の能力向上型の場合、最終的には、およそ 1500km、トマホーク巡航ミサイルの場合では、形式にもよるが、少なくとも、およそ 1600km とされることについて、特に問題視している。それだけの射程距離があれば、九州本土から、朝鮮半島や中国の沿岸部までを攻撃範囲に収めることが可能だとして、そうしたことが可能な兵装は、自衛隊がこれまで掲げてきた専守防衛の理念に反する行為だとまくし立てている。確かに、現行の12式地対艦誘導弾は、
最大でも、射程距離は、およそ 200km 弱と目されており、それに比べて、飛躍的な射程距離の遠心が起とされて入るが、そうする最大の理由は、それらを迎撃する敵の対空ミサイルへの対処である。近年目覚ましい迎撃距離の遠心が、それらを迎撃する対空ミサイルに発生しているため、自軍の部隊が、より安全な位置から、有効な攻撃を行うためには、射程距離を大幅に延伸するしか、対抗策がなくなってしまったことが、最大の要因と言える。そもそも、長距離を、攻撃可能な兵装を日本が装備することのみ余剰期を逸するほどの勢いで批判する方々は、日本を取り巻く仮想敵国が、いかなる兵装をもって、その安全を脅かしているのかという点については、口をつぐんでいる。北朝鮮が、各種の弾道弾や、新型の巡航ミサイルを次々に開発し、さらに乱射を繰り返している状況や、中国が、中長距離向けで、かつ極、超音速兵器であるのディフェンダー17のようなものをすでに実戦配備していることについては、どう考えているのだろうか。さらに、2022年12月現在でも、ウクライナへの軍事侵攻を継続中のロシアは、日本に対しても、北方領土の不法占拠を続けており、今のロシア・ウクライナ戦争で、自国への経済制裁に回った日本を、これまで以上に敵視してきている。そして、今さら言うまでもないことだとは思うが、これら北朝鮮、中国、ロシアという日本を取り巻く仮想敵国の3カ国は、いずれも核兵器を保有している国々であり、日本一国ではアメリカとの同盟がなければ対抗することすら難しい。日本には憲法9条があり、自衛隊は専守防衛を旨とするという建前のもと、12式地対艦誘導弾の能力向上型やトマホーク巡航ミサイルの配備を口汚く批判する勢力は、それが許されているのもアメリカの軍事力あってのことだと認識すべきだろう。その点については、見て見ぬふりをあくまで貫き、日本の防衛力の増強だけについて非難を浴びせている現状は、アメリカが持つ軍事力に支えられて初めて成立し得ている政治的な状況の産物であると、いい加減直視する必要があろう。さて、安保関連3文書に話を戻せば、今回から、防衛計画の大綱改め国家防衛戦略となったのは、唯一の日本の同盟国たるアメリカの政治体制に倣ったものであり、戦術面のみならず、戦略面での歩調を合わせる意図が感じられる。そして、中期防衛力整備計画から改められた防衛力整備計画においては、まず、2023年度からの5年間の防衛費の総額を、およそ43兆円規模にまで拡大する方針が打ち出され、最終の2027年度には、対 GDP 比で 2% を達成することが盛り込まれている。防衛費に関して、対 GDP 比で 2% とすることを日本が定めたのは、これまで、伝統的な不分率として、歴代内閣が 1% 以内としてきたものを、NATO 加盟国の指標に合わせた動きだと解釈されている。ただし NATO 加盟国のこの対 GDP 比で 2% という軍事費の比率は、国によっては沿岸警備隊や退役した軍人に支給する恩給等を含んだ金額をも包括しており、単純比較で日本と比べるわけにはいかないとの指摘も一部でなされている。それでも2023年度から5年間でおよそ43兆円とする日本の防衛費は、2019年度から2022年度までの現行の防衛費と比べた場合には、60% ほどを増加させた計算になり、大きな転換点となったことには間違いないだろう。
今や日本国民からの支持は薄く、すっかり弱小政党として定着した感が拭えない立憲民主党の某女性議員は、こうした安保関連3文書の件を踏まえて、未だ日本の安全保障の根幹はいかに北朝鮮や中国やロシアと外交努力を行うかだと述べている。ロシア・ウクライナ戦争の世紀を目の当たりにしながら、こうした国家がまともな話し合いに応じるはずがないと大半の日本人なら認識しているわけだが、いつまで実効性の全くない理屈をかざし続けるのだろうか。そんな立憲民主党の某議員らが少しだけうなずける指摘もしており、それは日本が地震国にもかかわらず原子力発電所の再稼働を推進していることに触れた点で、それらに対するミサイル攻撃が行われたら深刻な被害が発生する恐れがあると主張している。これだけは確かにその通りであり、ロシア・ウクライナ戦争によって液化天然ガスを用いる火力発電所のコスト増が避けられない中、背に腹は変えられず、原子力発電所の再稼働を政府は促しているが、軍事的なリスクは確かに存在する。日本に飛んでくる可能性がある敵国のミサイルをすべて迎撃できない可能性については、こうした人物でさえ一応は認識しているのだと思うと感慨深いものがあるが、再生可能エネルギーの普及が進んでいない日本に選択肢はなさそうだ。